こんにちは。よろしくお願いします。悲しみのページ歌っておきます。あなたの胸で私は踊るの。恋のひのきを操り人形。抱きしめるたびあなた冷たい気づく。二つの愛をいつも改めてご挨拶します。皆様こんにちは、倉田真理子です。今日はセントバレンタインデーで、今日こちらにお集まりの男性の方はもらった方もいらっしゃれば、まだ来ないっていうそういう方もいらっしゃると思うんですよね。でまた女性の方ももうあげたわよっていう方もいらっしゃれば、いやまだあげれなくて持ってるんですっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。私もまあ今年どうしようかなと思ったんですけど、やっぱりあげるんなら好きな人に1個あげたいなっていう感じがしたので、今年もまたそういう方が見つからなくて、今年のチョコレートも結局は買わないっていうか食べないというか、でも今日はねこちらにロッテのチョコレートがたくさんありますので、どうぞたくさんお土産に買ってってください。そしてご自分で食べてください。それではね短い時間なんですけれども、ちょうど買い物でこの辺を通って、あれなんかあるよっていう感じでここに見に来てくださった方もいらっしゃると思います。すぐ終わりますからというか30分のね時間ですから、もしお時間がねありましたら最後まで歌を聴いていってほしいと思います。それではまた次の曲を聴いてください。次は恋の友達という意味の恋はあみあみ。好き好きこんなに夢中なの、歯型のついたリンゴ、あなた
屈になるだけ寂しい時はいつでもテレフォンあなたのハートリングに訪ねて行けるわふわふわ今までいないから楽しいことしましょうただの友達で We are just friends. Ami, 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 ami. 本当にそれだけ？一生懸命応援してくれまして、で小田さんがね、アミアミって言ってるのはやっぱそれらしい感じに聞こえますけど、なんか彼らが言うとなんか魚とるアミに聞こえますね本当に。すごい、もう好きかより声が大きかったなんかして。そうですね。でもやっぱりねあれ嬉しいもんでしょうね。はい、もうやっぱりね来てくれないと寂しいなっていう感じがします。あ、そうですよね。はい、でもうまくまた掛け声がこうリズムに乗っちゃってね。そうですね。ぴったりというか。だから彼らも大変ですねあれは。ねえ、こう歌にこう邪魔になっちゃいけないという感じでございましてね。新曲が出るたびに、はい、考えてくれるんですよね。こうでいいかなとか言ってくれたり。だからなんか私もちろん新曲が出たら、私自身もこういろいろ練習するんですけど、みんなもね新曲が出るたびに応援の練習をしなきゃいけないっていう感じで、本当に大変なのでありがとう。応援する側も大変なんですねこれは。そうですね、はい、本当にそう思います。はい、大変なもんで、それでまあ一応ここで皆さんにですね、はい、ドラマの話なんかちょっとね、PR、はい、してみたいと思います。今のドラマは TBS で、はい、木曜日の8時なんですけど、はい、ちょっといい兄弟というのをね、少ししか出てないんですけどやってます。そうですか。はい、兄弟ということは、妹さん役ですか。いえ、全然兄弟とは関係なく、兄弟は山岡久乃さんと、はい、京塚雅子さんと大空真由美さんなんですよ。これがですね5月まで、オンエアされておりますのでね、どうぞ皆様木曜日の、8時から9時までですからね、はい、ご覧いただきたいと思いますけれども、それからラジオの方で、はい、0時からね、ラジオの方はですね、はい、皆さんが聞く時間というよりもお母様たちが聞く時間なんですよ。確かね、11時15分だったか、お昼の45分、あ、みんなのおかしい45分からラジオ日本ですか、今、はいはいはい、あれでね、私牛乳が大好きなんです。で、牛乳にまつわるお話を毎回してるんですけどね。はい、それで、倉田真理子の私ミルクデー。そうです。はい、あ、それにちなんでるんですか。はい、なるほどね。俺またなんかミルクデーっていうからね、なんかこのラジオを聞いてる人たちに、牛乳がなんか配るのかなという、はい、そうですか、なんか牛乳配達の番組かなという話を感じていましたですが、
あ、そうですか。はい、とにかくまあ、とにかくね、元気で一生懸命頑張っているマリコちゃんでございますが、それじゃあ3曲目ちょっと、はい、聞いていただきたいと思います。How Wonderful です。お願いします。それもあのそうですけど、あの僕らが印象残ってるのは顔のドレスアローションですか。そうです、はい、またあのよくあれが似合ってましたね。レオタードですか。もうね、本当にあれがね、もう札幌一番よりね、あのイメージの方がすごいね。そうですか。あの俺ジャズダンスでしょやってるの。はい、あれ、普段もやってるんですか。いや、やってないんです。あのね、私渋谷は、あ、ジャズダンスの話なんですね、はい、あのレッツゴーヤングっていう番組を、はいはいはい、あのデビュー前からずっとやってまして、はは、あの時にあの踊りが結構あるんですよね。それで習ったぐらいで、あのあとは全然やってないんです。あ、そうですかね、はい、あの見てるとすごいこう様になってましたね。いや、でもあれはね、特訓させられましたから。あ、そうでしょうね。あの後ろにいらっしゃるあの、うん、女性の方がみんなプロの方で、はい、私だけできないとどうしようもないからね。もう次の日なんて体のあちこちが痛くて、もう階段曲がれないし大変でした。はあ、そう、もうそれ恐ろしいぐらいの特訓をしましたね。そうそう、もう本当そうです、うん、でもあのジャズダンスなんかやる必要ないですもんね。いや、やっぱりやりたいです。遊びもなんですから。いや、あのでもね、あの動くに越したことないですよね、うん、本当にそう思います。まあ、あのまあ、ああいうダンスなんかやってると、まあ、歌の方の振りの方にもね、役に立ちますからね。そ
そうですね。あとはほら、体が硬くならないでしょう。ああ、なるほど。だ小学校の時からね、逆上がりがどうしてもできなかったんですよ。あの鉄棒の。そうだから、ね、昔から体操は苦手なんですよね。だからどうしても、特に今こういうお仕事入っちゃったから、ほとんどこうなんていうのかな、運動する機会もないし、はいはい、だから余計硬くなっちゃうんじゃないかなと思って、だから今年こそ、去年もね、今年はやりたいって言ってたんですけど、今年もどうなるか分かりませんけど、やってみたいなと思います。今年の後半あたり暇見てね、ダンダンスというの、そうですね、やりたいですね、はい、それからそういうのをちょっと生かして、この激しい振り付けのあるね、はい、歌かなんかこう出していただくね。ああ、そうですね、結構私の歌は振り付けつくのが多いんです、はい、でもやっぱりね、なんとなくこう照れくさいですよね。いや、やっぱそうですか、やっぱり、はい、はい、それでもう一つコマーシャルやってます、はい、学生服のコマーシャルね。あ、こっちでも流れてますか。流れてます。あのコマーシャル見てね、パッと見た時に、はい、かわいい男の子だなというイメージだった。よく似合うんですね、あれが。だから学生服が似合うタレントという、倉田さんか田川くんかね、田川陽介、彼もやってますが、田川さん似合いますよね。ねえ、でもよく似合ってました。あれで髪の毛ちょっと刈り上げにするとね、もう本当受験生だなという感じがします。そうですか。今日はやっぱりね、大学生の方も高校生の方もいっぱいもう見えてますけどもね。そうですね、でもさすがに日曜日だから制服着てらっしゃる方もいらっしゃいますよね。ね、もうだって今はもうね、そんなにああいうピチッとしたこう学生服を着る人っていうのはこう少なくなりましたね。でもね、私の出身は長崎なんですけど、はい、田舎なんですけど、向こうではね、大体どこに行くにもよそ行きの服は制服なんですよ。制服着て行けって学校の先生は言うし、うちの人は言うしでね。田舎の、そうです、僕らもそうですが、そうですね、こう地方へ行けば行くほどやっぱ学校がもうやっぱうるさいんですよね。そうそう、だから制服着て行けって言われてね、そうなんです、僕なんかもそうでした、学生服着てね、頭ゴブ狩りじゃないとうるさかったですね。そうですか。それで爪襟というの、あれがまた学生服は魅力があるんです。そうです。私です、男性の学生服好きです。そうですか。はい。ね、はい、それでは本当に、よりよく好感を持たれたいなと思ったら、本当に即学生服着た方がいいですね。はい、本当にね、一番似合うと思いますよ、誰でも、どなたでも。はい。はい、はい、それでは、おしゃべりつきませんけども、4曲目聴いていただきましょう。恋はない。はい、はい、聴いてください。恋は嘘ばっかりというね、バレンタインデーにふさわしくない曲ですね。これきり会えないのもの、会えないのなぜ、会えないの終わりなの、優しさもささやきも嘘、
まあ、今日はもうね、言わずと知れましたバレンタインデーでございまして、まあ、先ほどちょっと話の中出てきましたですが、今のところあげる人がいないという。そうなんです。あのね、私1回だけしかあげたことないんです、今までに。そうですか。1回ある。自分じゃないですけど。ありますか、1回。1回だけあります。それも女性の方、皆さんどうしてらっしゃるのか、中学校2年の時なんですよ。直接渡せなくって、はは、友達に頼んで渡してもらったんです。あ、直接渡す勇気はなかったんですか。ないなかったです。そういうのは皆さんどうなんでしょうかね。やっぱり皆さんは直接渡すんでしょうね。あれ、やっぱりああいうの直接渡さないと通じないんじゃないですか。いや、男性の方はどうなんでしょうね。やっぱり直接もらった方が嬉しいか、間接的でも嬉しいとか、まあ嬉しい度合いが違うんじゃないでしょうかね。やっぱりそうですかね。例えば僕がもらったとすると、直接もらった方が嬉しいですね。はい、そうです。そうです。でもその時嬉しかったのは、私はその1年のうちにね、そのバレンタインデーしか知らなかったんですよ、はいはい、もう今の皆さん知ってるんじゃないかと思うんですけど、それ中学2年の時だったんですね。3月の14日はなんとかデーっていうんでしょ。逆にね、男性が女性にプレゼントするんですって。あ、なるほど。私の時はね、あの頃はクッキーデーって言ったらしいんですね。まあ長崎だけだったかもしれないけど、クッキーデーでね、全然知らなかったら、その日にその人が、はい、貯金箱くれました。クッキーじゃなかったんですけど、すごく嬉しくって、ね、だからもし今日もらったね、チョコレートをいただいた皆さんは、ぜひ3月14日に本当気持ちだけでもいいからね、ありがとうってね、プレゼントしたら、すごく彼女の方は喜ぶと思います。そうですね、はい。お互いのこうまたね、間というのもまた深まっていくんじゃないかと。そうです ね、 そんな感じですね。結婚につながったり。それです。もう本当にそれしかありません。本当にかなり焦っておりますが、別に焦ることはないです。まだ独身。はい、もう大変です本当に。まだね、本当に28でございましてね、3年前があっていろんなこと言ってますが、大変でございます。これ今のマジですから、やばいですね。先ほどちょこっと聞きましたが、はいはい、なんかチョコレート自分で作るんですね。昔はそうじゃなかったんです。全然料理できなかったんですが、ね、もうここ 2,3 ヶ月お料理に凝ってまして、はい、もうとにかくお菓子から、はい、あとご飯のおかずから全部作るんですよ。でこの前もマドレーヌとかカップケーキとか、はい、いろいろ作って、今度はチョコレートに挑戦しようかなと思ってます。はあ、じゃああれですね、菓子やってなかったらケーキ屋さんという。いや、ケーキ屋さんやってなかったら、ね、そうですね、なんだろう、私看護婦か、看護婦さんになってたと思うんですよ。頭ね。でもまあ今21なんですけど、はい、お料理をどんどん作って、まあ将来のために役に立てたいと思います。さすがでございます。本当に将来ね、本当にこの中にいるかもしれません、相手がね。そうですね、芸能人の人じゃない方がいいと思ってますから。はは、はい、ほとんどは芸能人じゃないね。はい、これはもうチャンスがありますよ。それで私よく渋谷とか来るんですね、はい、今もそこの映画館ブッシュマン、ブッシュマンやってるんですけど、あそこにもよく見に行って、はは、今もね、見えるから行きたいなとか思った。だからよく歩くので、もし見かけたら、はい、オフの日はね、全然倉田真理子じゃなくて坪田真理子として歩いてますから、ぜひ声をかけて、本名でね、お茶でも誘ってください。一人行きますから。これは本当に、嬉しいね、ニュースです。皆さんお茶誘いましょう。安いところですと250円でコーヒーいっぱい売ってますんで、誘ってください。本当にね、はい、普段の日は本名で歩いてます。そうですよ、もう本当仕事以外の時は本名で歩いてます、ね、はい、はい、それでは、新曲です。3月の5日にね、はい、発売ですね。8ヶ月ぶりに発売になって、はい、もう私自身今年はこの曲で頑張りたいという、むしろね、男性の方が今日は多いんですけど、女性の方に気に入っていただきたい曲です。はい、はい、それでは、聞いていただきましょう。あなたのカナリア、倉田真理子、3月5日8ヶ月ぶりに、シングル版ね、はい、新曲が発売されます、カナリアでございます。はい、よろしくどうぞ。聞いてください。Yo
ぎこちないね胸の痛みをごま
きしめられる日わかろう歪みるポエチー愛を探してビルの街わかろう悲しいポエチー背中合わせに恋人でわかろう歪みるポエチー愛を探してビルの街わかろう悲しいポエチー背中合わせに恋人でありがとうございました、今日はバレンタインで、こちらに呼んでいただきまして昨日の時点では今日の私の仕事はね皆さんに私がチョコレートをプレゼントするのかなと思いましたらそうじゃなく私はそのこちらのチョコレートにサインを書いてそれを皆様にどうぞというわけでそちらの方でねチョコレートたくさんさっき一生懸命サイン書いたのがありますのでもしよろしければ今日の記念にまあ一箱もらった方はねあんまり食べ過ぎるといけないかもしれないけどぜひ記念にね持って帰っていただきたいと思います。私もさっき自分のサインを書いたものを、3箱ぐらいいただきまして、まあ、今日の記念に飾っておこうかなと思います。本当に通りがかりの方もいらっしゃるかもしれないしそれから前の方のカメラの方は早い時間から来ててくださいましてそれから向こうの応援してくれる皆さんも早くから来てくれてて1回目も声を出してくれて本当にありがとう。本当なんか1回目の時よりも天気がちょっと悪くなってちょっとズーンとしてくるんですけど風邪ひかないようご自分で気をつけてそして聞いていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあ話長くなっても寒いので次の曲いきたいと思います。次は恋は友達という意味の恋はあみあみ聞いてください。好き好きこんなに夢中なの肌が立つギタリンゴあなたのものだけれどダメダメいつも近くにいんじゃ熱い気分が冷めて退屈になるだけ寂しい時はいつでもテレフォンあなたのハートリング訪ねて行けるわふわふわ今までいたいから楽しいことしましょうただの友達であみ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  We are just friends. あみ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 本当にそれだけ？
are just friends. Ami, 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 どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本当に寒いところね、いっぱいのお客様ですね。はい、それではですね、はい、今度ここでお客さんにですね、はい、質問コーナーということで、なんかね、質問あると思いますので、はい、ちょっと聞いてください。はい、はい、それでは遠慮ない質問を一つ、なんか質問あるかな、ちょっと手を挙げていただきます。はい、じゃあちょっとお願いできますか。はい、大きな声で喋って。はい、あ、彼氏のこと覚えてますか。はい、覚えてます。はい、だからね、そこ真ん前にいるから。はい、どうもありがとう。どういう時の、いつだったっけ。顔ははっきり覚えてるんです。先月原宿、あ、デートした時あれ、いや、顔は本当に覚えてるんです。はい、ちょっと待って、覚えてるそうです。ヒント言ってください。ヒント思い出したか。そう、夏のコンサートにも来てくれて、花束を渡してくれて、それで夏に、渋谷の向こうの方のお店でね、あるなんとかキャンペーンっていうのをやった時に、その時も来てくれて、そしてこの前原宿でロケをやってたら、ドラマのロケなんですけど、あの時、そうだ、学生服だったもんね。どうもありがとう。はい、なるべく個人的な質問をやめていただきたいと思います。手紙の返事届きました。本当はよかった。はい、こちら。はい、そういうわけでございましてね、ある時の不安の方でございまして、そのね、自分のことを覚えた、そういう質問じゃなくて、もう少しそのね、違った質問があるんですよ。はい、ちょっと、はい、どうぞ。今まで歌った中で一番自分で好きな曲は何ですか？これですよ、これ。これが本当の質問だ。え、覚えてます？いや、金もくだらないのに言うことは同じなんだ。今、ほんと言ったばかり。今までじゃあ、歌った曲で一番好きな曲ということで。はい、私のレコード何枚だったか覚えてます？デビューから数えて4枚だね。10枚レコードシングル、うん、さあ、たくさんあったら上がりません。あ、そうか、10枚ね、はい、今まで現在10枚で、今日最後に歌うあそこのポスターが貼ってあるんです、3月5日で11枚なのですね。その中でやっぱり本当に全部好きなんだけど、そうね、今回のカナリアが一番好きです。僕も一番好きです。あ、ぜひレコード1枚と言わず15枚くらい買ってください。これはね、本当にもうレコードもうすでにもう、まだ発売してないです。はい、そうか、それじゃあね、もうダメですよね、絶対買わないと。親戚何人の？親戚100人くらいいます。じゃあ皆さんに買ってくださいと、はい、どんどん言う。でも最低で、まあ10枚は買いそうですね。買ってください、本当に。皆さんの一枚一枚がヒットにつながりますんでね、本当ですよ。はい、それではもう一方ね、ちょっと質問いただいてみたいと思いますが、はい、何でもいいですよ。何でも結構です。はい、どなたか。はい、君。見たことないよ。いや、あと、いや、なんか質問したそうな顔してるからあるでしょ、なんか。でもえ、うん、さっき顔、ちょっと顔がちょっと赤くなってますけど、何でもいいんですよ。はい、もしありましたらどうぞ。はい、ありましたか。あ、もう、はい、質問あります。あ、そう、失礼しました。頭かいてたんですね。あ、そうか、紛らわしい行動を取らないようになりました。はい、質問ございませんか。まず今がチャンスですよ、本当に。こう、直に聞いてみたいという、ありません。ちょっと皆さんね、恥ずかしいんですね。そうですか。はい、それじゃあ、ありました。はい、何、はい、これは難しい質問ですよ。ボーイフレンドは何人いますかという。そうですね、今後たくさん作りたいなと思います。今日バレンタインデーでしょ。結局今年もハゲれなくて、それで朝、今日ね、この仕事だけなんですね今日で、朝ね、ラブアタックっていう番組あるでしょ、あれ見てたら和田彦さんが、自分はね、スタッフに全員チョコレートあげるんですって、自分はたくさんあげるんですってテレビで言ってたんだけど、私はそれを見てね、スタッフの人にあげてもいいけど、やっぱりあげるんなら心のこもった一枚を大好きな一人にあげたいなと思ったから、だから、はあ、和田さんはそう思われてるのかとか思ったりね、テレビ見て自分でいろいろ考えたんですけど、だからスタッフにあげるとしたらたくさんいるけれども、で、私1本目のと、あ、今日のね、12時間です、ね、そうです、12時半の時もね、はい、お話したんですけど、芸能界の人じゃなく
普通の男性がいいなと思うから、あのなかなか知り合う機会がなくって、だからさっきもね、はい、もう本当私が街歩いてるの見つけたら、あのお茶でも飲みませんかって誘ってくださいって言ったぐらいで、ね、そうですね、気軽にね、そうだから、あの本当にそういう方が現れれば、はい、もうボーイフレンドというか恋人になってくれる人がいたら、うん、はい、と思います。わかりました。はい、もうね、そういうわけでございます。それでは、ね、次の曲に行きたいと思いますけれども、はい、How Wonderful、はい、素晴らしい、拍手をどうぞ。私が変わる、ただあなたの愛で、もうじき私街行く人が溢り向くような女になるわ。男がいて女がいて恋ができる、私がいてキスができるの、なんて素敵なこと、なんて不思議なこと、歌の間ですけども、はい、ここに後ろにチョコレートの箱がいっぱいあるわけで、はい、これどのぐらいあると思います？数ですか？全部です、これ。さあ、大体で結構ですけど。ヒント。あ、千、いい線です。ぴったりですか？1123個。素晴らしいですね。惜しいんです。これね、実は皆さんにこの数を数えていただいて、はい、こちらに投票してもらったんです、はい、正解はですね、1421、これが正解です。それでは、またマリコちゃんに歌っていただきましょう、はい、さあ、それでは参りましょう。恋はライライライ、はい、お願いします。聴いてください。これ君
風がせかすように吹きつける。まるで今日のあなた、見知らぬ人のようで、限りなく綴られた思い出に背を向けて、あなたが今遠ざかる。お願い行かないでね、そんなにってなんて一言が言えないの。あの微笑みも、あの温もりも、夢恋はライラーラー季節が過ぎてば、見つけたこの悲しみも、これきり会えないの、もう会えないの、なぜ会えないの、終わりなの。あの優しさも、あのささやきも、嘘の早いもんで、はい、ね、最後の曲になりました。それじゃあの新曲ですね、はい、3月5日発売です。8ヶ月ぶりに、ね、新曲が出ました。一生懸命これのこの曲にかけておりますね。はい、はい、じゃあの新曲で抱負を一言。そうですね、今年の1月の21日で、早いもので丸3年経ったんです。デビューの頃はこの渋谷の街を歩いて、レッツゴーヤングの NHK ホールまで通ってたんですけど、今本当に3年過ぎてね、なんていうかな、こう一言では言えないんですけど、わ、もうこんな経っちゃったのっていう気分なんです。それで去年は割と歌の方よりもドラマをね、少しずつやり始めて、どちらかというと倉田真理子は歌を忘れたんじゃないかっていう感じだったんですけど、歌は忘れていません。歌を忘れないカナリアのように、なんかレコード会社の人のセリフみたいになっちゃったんですけど、本当にそういう気持ちで今年は歌に、一生懸命力を入れて頑張っていきたいと思います。大切に大切に歌っていきたいと思っています。どうぞ皆様応援してください。はい、それではいつまでも歌い続けます、倉田真理子さん、カナリアでございます。はい、どうもお願いいたします。私も捨てたあの人、帰っ
拍手をどうぞ、はい、ありがとうございました。皆様ぜひチョコレート買って帰ってください。はい、チョコレート買ってください、どうもありがとう。どうもありがとうございました。はい、そういうわけでございまして、倉田真理子さんのサイン入りチョコレートね、こちらで、発売をいたしております。どうぞお買い上げいただきたいと思います。1個200円からございますのでね、よろしくどうぞお願いします。今日はもう最後のチャンスでございますよ。はい、どうぞこちらに、たくさんございますので、チョコレートを買ってあげてください。チョコレートはロッテでございます。